じゃあ、それでは今のようなアイディアを踏まえて、ちょっと例題を一つ解いてみましょう。まず、一つ目の例題ですけれども、fxy イコール x3 乗プラス y3 乗の単円 x 乗プラス y2 乗イコール1の上での最大値と最小値を求めなさいという問題です。で、まあ、ここでは、目的関数を fxy、x3 乗プラス y3 乗、それから制約条件 gxy を x2 乗プラス y2 乗マイナス1イコール0というふうに置いておきます。で、まず最初に、ここで最大値と最小値っていう言葉にちょっと注意してもらいたいんですけれども、まあ、普段ラグランジの未定乗数法で求めるのは、まあ、極値の候補となる点ですね。で、今回最大値と最小値が何で言えてるかっていうと、実はこの制約条件を満たす集合ですね、この x2 乗プラス y2 乗マイナス1イコール0を満たす集合、すなわちこれは、原点を中心にした半径1の円上ですけれども、まあ、この点ではですね、この点は実は融解性集合であるので、この D においてこの fxy が最大値と最小値を持つという点に注意してください。で、多分期末試験などの答案、期末試験などですね、こういうラグランジの未定乗数法を用いた最大値最小値を計算する問題が出る可能性があります。で、その際に最大値最小値っていう言葉が使われているときにはここに注意してください。この制約条件を満たす集合が融解性集合だから、この問題は最大値と最小値を持つってことをきちっと主張するようにしてください。まずそういうところをちゃんと理解できているかということをがチェックされますので、よく覚えておいてください。さて、じゃあ、あとはまずこの問題ですね、先ほどのラグランジの未定乗数法に従って解くわけです。で、このラグランジ関数を fxy-λg の xy と置きましょうと。で、まあ、gxy は今、これは、まあ、円周ですので、特異点を持たないので、まあ、あるラムダが存在して、まあ、こういう、ラグランジの未定乗数で解くような、こういう方程式が、まあ、成り立ちますというわけですね。これを1式、2式、3式と呼んでおきました。あとは、基本的には、この連立方程式を解いて、まあ、条件を満たす、まあ、ラムダですとか、あと、xy をですね、求めていけばいいわけです。で、まあ、その解き方ですけれども、とりあえず、この場合は式の1番と式の2番を変形させると、x が0か3分の2倍のラムダ、で、y が0か3分の2倍のラムダっていうふうに、まず導出されますので、じゃあ、これらの xy の組み合わせについて、この式の3を満たすようなラムダの値を調べていくことにします。まあ、ちょっと、あとは、結構機械的な計算で、今、バーッと言われてもちょっとあんまり頭に入らないかもしれませんけれども、後からゆっくり自分で読めば頭に入ると思うので、まあ人や人は後からゆっくり見ていってください。一応 xy の値の組で場合分けをしますと、まず00って入れますと、これは gxy が0にならないので今回は除外しますと。で、0と3分の2ラムダの場合には、この gxy イコール0を満たすためには3分の2ラムダはプラスマイナス1になりますので、そうするとラムダはプラスマイナス2分の3と出てきます。で、この時に01と0マイナス1が極値を与える点の候補になります。で、そこでの f の値を計算すると、 f の01は1で、 f の0マイナス1はマイナス1になりますと。で、最後3番目はと x が3分の2ラムダで y が0の場合ですけれども、まあ、ここではその gxy イコール0を満たすためには、3分の2倍のラムダはプラスマイナス1ですので、ラムダはプラスマイナス2分の3と。で、この時に、10とマイナス10は極値を与える点の候補になって、10での f の値は1、マイナス10での f の値はマイナス1となります。で、まあ以上、また4つありましたね。4点目は、3分の2ラムダと3分の2ラムダの時ですね。で、この時は gxy イコール0を満たすためには、まあ、これ代入して解きますと、ラムダ2乗は8分の9で、ラムダはプラスマイナスのリート2分の3ということになります。で、そうすると x と y 計算すると、プラスマイナスルート2分の1ですね、複合同順で。で、これが極値を与える点の候補になるということで、まあ、それぞれの値で、点での f の値を計算すると、例えば f のルート2分の1、ルート2分の1はルート2分の1でしたりとか、あと f の
ルート2分のマイナス1、ルート2分のマイナス1の値は、ルート2分のマイナス1とかというふうに出てきます。で、まあ、以上の情報を、からですね、最大値は、1で最小値はマイナス1ですよと。で、最大値を与えるのは xy が0、1と1、0のとき。最小値が与えるのが xy は xy がマイナス1、0と0、マイナス1のときですよという結果になりますので、まあ、これは多分皆さん各自で後で読んでいけば、分かると思いますので、後でよく確認しておいてください。一応、そうですね、ちょっと待ってくださいね。はい。じゃこれも、一応、ジオジェブラでちょっと作図してみましたので、ちょっと見てみましょう。これは前のやつですね。で、今度のやつは、これですね。はい、これです。で、今回はこの赤い曲面が x3 乗プラス y3 乗で、で、青い曲線が、こう、上から見るとちょうどやっぱり、これですね、x2 乗プラス y2 乗マイナス1っていう曲線になっていて、で、これをこう、どんな形かな。こんな形で、こう、曲面との断面を取って、その曲線での、極値の存在を調べるというわけです。で、今回は、この接平面はどうやったかな、接平面はちょっと見にくいけど、こういう形になっていて、で、この接平面で の今、放線ベクトルはこの赤い実線の矢印です。そしてこの放線ベクトルを XI 平面と平行に遮影したものが、この赤い破線の矢印ベクトルです。それから、この GXY イコール0の接線ですね。接ベクトルは、この青い、実線の、青い実線のベクトルで、方線はこの青い点線のベクトルなわけですね。で、これを点に沿って、こう、ずずずっと動かしていくと、例えば極地この辺で取りそうですので、じゃあちょっと一回、接平面も邪魔なんで、消しますと、この辺で極地取りそうなんで、ちょっとなかなか難しいですけど、こうやって計算して、こう動かしていくと、ここで極地取るんですね。ここで、GXI イコール0の放線ベクトルと、あとナブラ F が向きが一致するということが分かります。で、さらに、次はこの辺で極地取りそうなんで、これもずっと下がっていくと、こんな感じですかね。ここでもやっぱり、2つ、この2本の破線のベクトルが、こう向きが揃うと。で、それからあと、まあ、ここあとはそうですね、ちょっとぐるっと回しますけど、まあ、ここでも2本のベクトルが揃って、で、あとまたさらに下の方に行きますと、今度はこの2本のベクトルが、ちょっと見にくいな、これでいいかな、こんなふうにこう今度逆向き、ちょうど逆向きになるわけですね。で、こういう形で、ここも多分、ここも極地を取るわけではないか。ちょっとだんだんわけわかんなくなってきましたけど。こんなふうにして、この2本のベクトルの向きが揃うところが、まあ、極地を与える点というふうにこう見えるわけです。はい。それでは、あとですね、もう一個、例題2というのをちょっとやっておきます。例題2はですね、fxy が x4 乗プラス y4 乗マイナス、括弧 x プラス y 括弧閉じの2乗で、で、円盤 x2 乗プラス y2 乗が5以下、これ、周及び内部での最大値と最小値を求めなさいということで、今回ちょっとこ、今まで違うのが、この条件 gxy ですね、あ、gxy じゃない、この、制約条件がですね、こう不等式で与えられている場合です。で、とりあえず目的関数は fxi こういって、制約条件は x2 乗プラス y2 乗は5以下というふうに置きまして、で、gxi は x2 乗プラス y2 乗マイナス5。それから、この d は x2 乗プラス y2 乗が5以下の領域というふうにしておきます。で、まずここで、この d っていうのは融解閉集合ですので、fxi は d において最大値と最小値を持つんですけれども、今回この制約条件がですね、不等式で与えられているので、こういうステップで解きます。まずこの d の内部で fxi の極値を求めます。で、次にこの d の境界ですね。
これは x 二乗プラス y 二乗イコールマイナス5の n 乗で xy の fxy の極値をラグランジュの未定乗数法で求めるということを2段階で解きます。でまずその D の内部におけるこの fxy の極値を求めるとためにはこの fxy の定流点を求めなければなりませんので、fxf の x の偏微分それから y の偏微分がともに0になるようなあの xy のを求めていきます。ちょっとすみません、時間がなくなってきたんで、あとはちょっと皆さん各自読んでもらうとして、とりあえず xy が00と11とマイナス1マイナス1と3個出てきます。それともう一つの組み合わせからは00と出てくるので、結局 fxy の定流点は00、11、マイナス1、マイナス1で、これらの全ての点は D の内部に存在しまして、それの点における f の値は f00 が0、f11 がと f-1-1 はマイナス1ということで、とりあえず覚えておきます。で次にこの D の境界において、この fxy の極値の候補点をラグランジュの未定乗数法を使って求めていきます。でこのラグランジュ関数をこんなふうに作りまして、で連立方程式を立ててバーッと解いていくわけですね。そうすると、まず y がプラスマイナス、そうか、どうだっけな、まあラムダはですね、こういうふうに出てくるので、これを使って y と x に関する条件を求める と、まず xy ラムダがプラスマイナス x の時に x と y はこういう値で出てくると。それからもう一つ 2xy イコールマイナス1っていう条件を使うと xy はこういう2つの4つか実質4つですね、不行動順の4つの値で出てくる。でまあ、以上の極値の候補点において xy の値をバーッと求めていきますと、まあここの点では2分の25だったり、この点では2分の41というふうに出てくるわけですね。で、以上の情報を全部使うと、そのまず f はこの d の、 円盤内においてプラスマイナス1プラスマイナス1で最小値マイナス2、それからこれはこれは円周上ですね。円周上において、最大値2分の41を持つというふうに結論付けられます。まあ、ちょっとこれはちょっと議論が複雑ですので、ちょっと今日は省略しますけれども、内容は今日の解き方を知っていればそんなに難しくないので、各自でちょっと確かめてみてください。で、でその最後にこのラグランジュの、その今の問題をですね、表した図がこちらにありますので、まあ、これもちょっと、ジオジェブラで作ってきたんで少し見てみましょう。今こういう形になっておりまして、で fxy がこの赤い局面ですね。でこの x2 乗プラス y2 乗イコール5っていうのはこの水色の円筒になっているわけです。で今求めたいのはそのまずこの円筒の内部でのこの fxy 赤い局面の最大値や最小値を取る点と、それからこの周囲ですね、この円筒で囲まれた周囲での最大値や最小値を求めたいということです。でちょっと円筒がちょっと邪魔なんで、円筒を外して中の関数だけ見てみますと、中の関数はこんなふうに2箇所でですね、こう角みたいな点を取っていて、ここで極値を取っていることが分かります。ですので、実際に計算すると、この角の部分が最小値として出てきているはずです。一方で、最大値の方は、この局面を、円筒をかぶせて、この水色のこの部分ですね、この2箇所の部分、それから反対側にもありますけど、この2箇所の部分、ここが極値かつ最大値というふうに出てくるというわけです。ので、確認しておいてください。あとですね、そうだ、もう一つ言っておきますと、PDF の資料の方に、この各図の下に GeoGebra のアドレスがありますけれども、これ、僕が今見せた、ワークシートを、公開してますので、こちらから皆さん、アクセスできるので、もし興味があったら、こう、実際に表示させて、またぐりぐりやって、いろいろ、線を消したり、表示させたり、いろんなところから見たりすることもできますので、実際にいろいろやってみてください。
はい、ということで今回のまとめです。今回は条件付き極値問題ということで、ラグランジュの未定常数法の定理とその意味を説明しまして、最後に例題を紹介しました。で、次回ですけれども、多変数ベクトル置換数の変微分について説明します。具体的には教科書の第 4.2 節、変微分と全微分の中から括弧6の可微分写像の部分、それから教科書の第 4.4 節の因関数定理から括弧2の関数行列式と一般の因関数定理の部分について説明していきたいと思います。それでは以上で今日の講義を終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。